私が実況を務めさせていただきます。那我在后面当下 Sandy 的军师。等一下，我们中岛先生会一边给予建议哦。サンディさんの、隣で実況するのもすごく緊張してます。而且我也很期待看 Sandy 要怎么玩。はい、今回こちらが、実際の、フィールドに、なっております。はい、那这次是我们用现在最初级的版本来示范。で、今回サンディさんには、一番簡単なミッション。お、早速。こういった。樽に、はい、あ、お、那我们先让三弟示先示范最简单的动作，然后そうですね。他刚就躲到竹筒里面去。こういった、スニーキングの、アクションも、楽しめるようなゲームになってます。那这次就可以你看，像现在就可以使出很多的绝招，很特别的动作。どうですか、サンディさん、触ってみてやっぱり気持ちいいですか？这样打很舒服、很爽快。没错。はい。じゃあ、サンディさんには今日は一番簡単なミッションにチャレンジしてもらいます。はい。那我们看看サンディ要怎么过这个比较初级的关卡。はい。选择一个那个。我现在要去找一个老婆婆。要。はい。そうですね。で、まずは、おばあちゃん。おお。おお。おお。すごい、うまいですね。厉害厉害、果然果然不得了。あ、ちょっと、もしかしたら僕よりうまいかもしれないです。就没想到一开始就可以使出绝技。はい、今回サンディさんに、チャレンジしてもらうのは、まあ一番簡単な、まあ敵を倒すような、ミッションになります。那对这次任务真的是比较初级的吼，他先去寻找那个老太太。サンディさん一度高いところに登ったらちょっと街の風景を見せてあげていただけますか。我们要不要先爬到上面去，让大家看一看这边街上的风景？啊，好。で、今回、まあゲームとして一つチャレンジをしているんですけれども、今回ステージはかなりフォトリアルに作ってまして、そのキャラクターっぽい表現とフォトリアルの表現の融合という新しい表現を目指しています。那这次虽然是动作游戏，不过我们在场景上面下了非常多的功夫。我们可以看到，不管是角色的动作、表情，或者是风景上的细节，都是非常非常壮观的。对啊，画面真的好美哦，感觉整个人置身在这个世界里面，而且还可以一边看到鲁夫的绝招。はい、じゃあサンディさんがおばあちゃんを発見して、好、我们来找一下婆婆。ここで進めていきましょう。一緒。好、看看婆婆说什么。この後はですね、ちょっと街の中でも危険な場所に、行きますので、皆さんぜひサンディさんを応援してあげてください。然后我们听了婆婆的话之后，我们等一下要深入比较危险的地方了哈。那我希望大家来帮 Sandy 加油一下。好，大家先掌声帮 Sandy 加油好不好？因为我们现在要从比较简单的进入到困难的、啊。Sandy 加油加油加油！はい。まあこの先は僕みたいなちょっと悪い海賊がいっぱい出てきますから。等一下会出现很多长得跟我一样就是怪怪的东西。はい。あ、は。あ、もう早速。あ、あ、意外見つかっちゃいました。前面開始了、出現了。じゃあもう開始戦っていきましょう。はい、今回、まあ敵に見つかってしまったんですが、見つからずにこっそり近づいてですね、遠くから倒すみたいな、こともできるゲームです。Yeah, 然后这次呢，就可以，就我们就可以偷偷看到敌人，就可以偷偷潜入他的身边，然后用近身攻击去攻击他。ですので、お、これで今ですね、ルフィの特殊能力を使ってどこに敵がいるのかを、哎呀，被发现了。あ、また、あ、まだ見つかった。哎，又出现敌人。那我们刚刚就是用见闻色霸气，就是偷偷的先去观察敌人在哪里，哪些地方有敌人，这样子才能够展开预警的下一步。逃げてます。逃げてます。太多敌人。逃げてます。でもあれですね。哎呀哎呀。他追你，やっぱりサンディさんはルフィが大好きだから。我是格斗派的。啊，もう格闘派だ。もうまさにルフィですね。那是喜欢鲁夫的格斗派。没错。ちょっともう次からはもうサンディさんじゃなくて船長と呼ばせていただこうと思います。那我们下次换一个船长的角色叫 Sandy 好了。船長、船長頑張れ船長。船長加油！已经迈当船长。実際ですね、今
敵と戦ってるんですけども、まあ、ちょっとどちらかというと、あ、今ちょっとモードを切り替えてですね、接近戦で、有利な、今ルフィの形態に変わりました。然后他这个躲远的话可以自动回血。对，我们刚刚就是乱打，可是事实上就是近身的话比较有攻击力这样子。哇！ぜひあのサンディさん、レッドホークが僕みたいなレッドホークが。对，希望然后他这个还可以就是用啥的方式，用射击的方式，小怪的话会直接死掉，然后远距离，对，狙击他有 OK， 不止近身攻击。没错没错。さすが格闘派の三人さん、もうほとんど海賊をやっつけてしまってますね。然后三人不愧是格斗派的，已经快把海贼打光光了。三人さん多分上の方にこのあそこにいます。我们上去看看好了。哦，上面有一只。上面有。有。で今回あのいろんなマップがあるので、まあどこに敵がいるのかを探すのも戦略になってます。那这次因为场景很大，而且你有很多视角可以去闯，所以你更要去找敌人在哪里，然后出车。哦。すごい。最後の一人をちゃんと必殺技で倒すところが素晴らしいですね。最後一個人死的時候使出必殺技、真的太棒了。はい。で、今回、実際あの遊んでいただいているのがまあステージの一部なんですけども、まあこの他にもいろんなマップがあります。那每一个场景其实有分很多的等级，然后每个等级有不同的任务，大家可以试试。帅帅帅帅帅！で、今回あのサンディさん武闘派なのでどんどん敵を倒してますが、あのちょっと怖いなっていう人はあのさっきみたいに樽に隠れながら近づいて倒すっていうこともできるゲームです。那因为 Sandy 是他说是他是格斗派的，所以就是只要遇到敌人就把他打个半死。可是如果你不是那么就是残暴的个性的话呢，事实上你可以。采取就是偷偷潜入他的身边，走到很近的地方再给他攻击，也是一个方式。你可以选择你自己喜欢的策略去打倒敌人。对。本作はあのどこに敵がいるかも非常に重要なゲームなので、もうこうやって能力を使いながら敵を探していくのも一つの重要な戦略ですね。那本款游戏的重点真的其中之一就是寻找敌人在哪里，是，而且你甚至可以用你的不同的能力去看敌人在哪里，然后想办法接近他。で、あのそうですね。で、敵も逃げちゃうやつがいるので、そういう敵には遠くから今のようなヘッドショットを決めたりもできます。那因为有时候敌人他自己也会逃走，所以如果他逃走，我们可以用就是远距离攻击，或者是火箭筒之类的。那我们今天呢试玩先到这边暂停一下哦，因为我们有更多丰富的内容。我们的游戏呢，如果大家喜欢，后面也可以购买支持，了解它整个世界到底还有哪里有更好玩的地方。好 ，Sandy。我们先试玩到这边就好了。好，大家先给 Sandy 的示范一个。